お、カチカチ君がいないんだ、今回。珍しい。ね。一家二試合カチカチ君なのに。最近、結局ソニー即 P が多いねんけどな。ソニー、そんなせ、俺もう音鳴らしまくるわ。カニバルに開幕タックルしてくるわ。オッケー。俺は静かだぜ。ちょ、横かよ。意味ないじゃん。なんかよ、もう。あれ、あ、ソニーやってんだ、今回。別れよーっと。うん、コニコニ。骨を探して。俺静かがあるよ。こっち行こう。さあ、食肉工場な。ピッキングする意味ないかな、俺持っても。次落としてる、もう。おおおおおお。もしかして。俺の目の前にいます。俺、音鳴らしながらもう、ピッキングする取ろうな。おお、危ね。ああ。でもなんかやっぱ最初ね放置しなきゃいけないから。食らってる。あっちょやばい死ぬ。あえこれ道具って壊れるんだ。ピッキングツール。ピッキングツール壊れるよ。あ連打しすぎたら開けるときに壊れるよ。俺もう体力半分になっちゃった。早っ。最初襲われちゃったからね。体力回復欲しいな。いけるぞ。熱い。OK。 あ、なんかソニーも開けてるわ。なんか早いぞあいつ。熱い。多分ずっとオーバーヒートで走り回るカニバル流行ってるからそれかも。めっちゃ早いだ。そう、あのテンソを振り上げてる状態、足速いからさ、ずっとその状態で走ってくるっていうのがね最近流行りない。結構うるせえカニバルって多い。起きたー。何にもメッセージが出ない。どうした、隙間に逃げるやこっちのもんよ。おじいさんの目が。うーん。あれ来ない。ワンテンポ遅いな、なんか。遅延おじいちゃん。小さな褒めが欲しいんですけど。やめてほしい。キラーしかやってないからサバイバーエアップだからな。音鳴らして骨取ったろ。 俺死ぬ。俺死ぬ。早い早い早い。絶対死ぬ。絶対死ぬ。二人に襲われてる。コニー二人に襲われてダメよ。こんな終わる終わる。みんな外出てくやん。俺が地下をさまよってる間終わり終わり終わり。ここ開けた？これ。あ、終わる終わる。あ、終わり終わり。あ、ここ開いてない。あれ？待て。あ、終わり終わり。あ、ばばばばば。近くから出られません。残念。あば。僕回しまくるから下で。あ、終わる終わる。なんかもう上上がってねみんな。なんか一回外出られたら、うん、あれだよね。結構。私終わりです。上がっちゃう。え、もう死んだ？ああ早っ。うん。うん。あ、これってさ、鍵ってさ、最初左やって、次右やってってこれ決まってる？もしかして。うん。いや。あ、決まってない。決まってはないんじゃない？うん。ダメだ。いや。うん。やっぱチェイス能力がね、微妙よな。ないね。見つかったら終わりだね。あれ、ピッキングツールのとこで、これもしかして骨落とすと骨なくなる？ああ。あ、そうだよ。骨がないとね、安心できないもん。うん。うんうん。うん。へぇ。セルスなんかいらねえ。うん。これ、上がるとこ待たれてないよな。すごい恥ずかしい感じになるから。一応降りれるんだな、うん、これドロップって書いてあるから。ああ、そうね。これ、みんなどういう感じ今？わかんない。地下にいるみんな。あ、みんな地下にいる？マジ？うん。あ、今上がってるね、ジュリーは。ここの隙間とかさ、トラップ置くの強いんだよな、こう。そう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 。あの、はしご登ったとこも強い。絶対かかるもん。うん。なんかバレたっぽくね今。
バルブだから下か。うん。多分ね。あ、怖え。ちょうど。ここ覚えたか。多分こ、あ、死んでる。あ、死んでる。ゲームウィザード。クソ名前強そうなのに。あ、グランパ向こうがでかすぎそれ。うん。なんかこういう構造の近くにバルブあるイメージなんだよな。うん、バルブさん、バルブっていうかバルブは持ってんだけど、バルブはバルブはあれど蒸気のあれがね、うん、なんかこういうとこありそうだよね普通に。うん、何もねえや。あ、これだ。ない、ね、あ、これだ、うん、バルブ開ける。いけますか。静かにやるか。いや、大丈夫。警告だけやろ、これ。あ、最大まで行ったらダメなんだ、これ。そのはず。ステルス低いと、一回に上がる量が多すぎる。多いなぁ。うわぁ、くそ。まだこれでも、あ、これでいけるか。いた。あ、なんか上で、なんか、あれじゃない、タイマーやってない。うん。お。やってんねぇ。うるぞ。うん、なんかこっち側だったよな、確か地下。うん、頑張ってるジュリー。地下上がり、シンプルに場所忘れるこのゲーム。うん、あれ、あ、ここだ、うん、開いたら開いたって出るよね、確か。うん、でもね、バルー前でジュリーが一生チェイスしてるから結構。てか、なんかスタミナが、なんか複数だと減ってるんだけど。ここで、右クリア、ジュリー。頑張れ。右クリスカウント死ぬぞ。逆に、助けに行くか。あ、ジュリー、もう、ダメかも。待て、ジュリー、頑張れ。うん。おぉ、あー、惜しい。ジュリー、惜しい。もうね、ゲートの前で死んでる。時間が足らんかった、もしかして。そう、もうちょっと耐えたらね。100万人いる。寝れたんやけど。100万人いるね。タックルで出ろ。おら、今がチャンスだ、おら。逆にな。ハイパータックル。おら。おい。ゴリ押しが。これで出れんのやばいだろ。あ、3人おんねんぞ。関係ない、タックルすれば。そう。やっぱここは止めに行かないと無理よね。そうやな。いや、もうちょっと早く寄ってタックルしてあげればよかったな、それなら。まあまあね。そう、なんかね、スタミナ回復遅えわ。あー、時給に振るのもありかもね。うん。あれ、カチカチ君人気ないやん。なんで？なんでや。逆に強いのに。あー、誰だ、コニーかわいそう。一緒に湧いた。あ、野良の人よ。いやー、じゃあもう。ジュリーは一人よ。しゃーないなー。あ、初手はいいんじゃない？その後静かにしてる。さあ、俺も骨持ちます。コニーでもそんなにあれだ、早くない、抜け出すの。セルスだから連打とかだと思ったけど。めっちゃ近くおる、すでに。リーランド、窓枠開けんの下手くそすぎるやろ。まず1回で半分ぐらい騒音行くんだけど。もうええんちゃう。いやでもね、まだおじいちゃん起きてないからな。あ、結構でも今回静かにやってるからね。暴れるな。マニバルいるね。やっぱオーバーヒート状態で走り回る、流行ってんな、あれ。これがじゃあ音鳴らすわ。うん、すげえ勢いで走ってる。OK。 そこに頼むよ。ここだよ、うん、開拓工事してる。ああ、やべ、見られた今。来るね、抜ける。危ないよ。やべ、これ挟まれたら死ぬ。やばい、ジョニーに足跡を発見された。
いいね。ジョニーとカニバルも二人いるから、これ外出れるかも今。まずい。なんか足跡を発見してもあれだよ、なんかあの。あ、よかった。なんか黄色い、黄色いなんかホワーみたいなのが出るだけで、すぐはバレなかったような。よし。よしよしよし。リキュースを姉貴。やばい。ああ、よかった。地下でひたすらボーンチャイムを壊す男。あぶねえ。怖えよ、ここ。今どんなまだ何もできてない。ドアって開いたんかな。ああ、ここに1個あるの、ドア。これはなるべく誰かが開けたドアから出たいところなんですよ。そうよね。そろそろ開いてっかな。コニーが、コニーが音鳴らしながらこっち来てる。あ、死んでる死んでる。ソニー死んでる。ソニー?3 人ともしてきてるわ。あ、コニーが開けてる、コニー。ナイス。3下です。3下 ?3 下。うん。上行こう。今3下。だけど、まあ、上戻ったかも。ヒューズってどこだ、これ。ヒューズ、うん。このヒューズ、あ、え？そこか開いたの。ヒューズ、あれかな、グランドハウスかな。どうだろうね。ちょっと走り回ってみるか。あ、こいつ。これ。バルブを発見した。やべ、バレてた。うえ。ちゃんと見てんな。まずグランパハウス行くか。うん。やばい。意外とこれサバイバー有利マップじゃない。そんなことないの。やばい。ああ、終わった。ああ。うん、死んだ。めっちゃ下おるわ、コックも二人で。コニーも出たんだけどな。コニーどこ行ったんだろう。あ、ここに開けてるね、鍵。あ、でも見つかってる。うん、あ、バルブ。バルブ、ここ2階にあるんだ、これ。ほら。おぉ。なるほどね。そっか。へぇ。いいよ、この。クソ、笑われてる。うん、うわ、逆に移動できなくなったんだけど。あ、死んでる。やられた。あ、いや、ギリ生きてるけど死にそう。あ、なんか閉じてる。あ、移動でギリ起きや。どうもどうも、取りますね、ここ。うん、うん、な、ないなヒューズボックス。うん、なんか開けた先とかなのかな。家の中、いや、先じゃないと思うけどな。ないよね、でも入れるとこ。なんかこういうなんかさ、こういう家とかだったような気がするんだよな、あったの。家ん、真ん中の家の中じゃない。あ、うっ、うん、あ、痛い。痛い。でもカニバル降りてこれないんだよね、確かこれ。そうだね。あ、ピッキングソールが必要。なに、え、あれ開いてへん。あれ、ここ開け、あれ開けてたような気がしたんですけど。うん、やばい。あ、でも使うか。立ってったな。5分間生き延びた。もう一回見よう。うん、なんだよこいつ、さっきから。うん、どこだろう。もうちょっと見てみるか。あっちか。うん、とりあえずバルブがそっちだっていうのは分かったんだけど。あ、見慣れてます。ここか。どこはないんじゃね。ああ、え、うん、やば、うれ、ナイス、ダイデスって言ってた。あ、いや、でもここもヒューズが置いてあるだけだ。真ん中の家ちゃうんかな。まずないな。いや、真ん中の家なんかなかったんだよね。あ、そう、うん、しかもやられてね。あ、やばい、もう死ぬわ、この人。もう一回じゃあ真ん中行ってみよう。そ
あでもやっぱ真ん中の家か横のその横のちっちゃい小屋かの3択っぽいね。真ん中の家の2箇所2択かその横のちっちゃい小屋、地下から上がってくるとこの小屋かの3択のどれか。もう一回グランパハウス行ってみよう。うん、グランパハウスやわ。候補地2箇所キッチンじゃない。あ、それよ、それ。いや、ヒューズはあるんだけど。あ、ヒューズか。そうそうそう、はめる場所がそっち。あそこ候補地やったと思う、その左左奥。あ、違う、ここキッチンか。あ、逆側や。ほんじゃそっちのドア、うん、そっち、そこが候補1。あ、これだ、あ、これだ。ね、ピッキングツールいるね。あ、ピッキングツールいるんだ、これ開けるのに。うん、そうやね。あ、なるほどね。あのヒューズはめたらあとどこだ。うん、これ開くのだ下。あ、地下やけど分かんね。あ、そっか、地下か。地下のなんか、うん、あの時間扉で。そう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 。こんなところでピッキングツール取るやついる。あ、これって音のゲージが最大までいったらダメなのかな。うん、だから今その状態やったら警告で鳴ってないはず。これを超えないように頑張らなきゃいけないってことだよ。この間はグランパー映らないよ、うん、映るけどな、これ音鳴らせないで。まあ、なんだ、うわーって来そうな音のやつだね、これ、うん、やばい。おお、大丈夫だ。おお、おお、いいね。見てるね。あー、ヒューズボックスちゃんと見てるな。あー、嫌だねこのカニ太郎。やったらやっぱバルブかな。バルブは結構ね、やりやす。いや、これちょっと次見るのに時間かけてくるはず。うん、今ならいける。長押しで開いて、これ下にいる、もう一人の人。いや、もう死んでるよ。あ、もう死んでるの。ダムだけやで。うん、あ、来るんちゃう。4、8、9、あ、これでこうね。うん、やばい。うれた、あー、うれ、やばい、タクタク。さあ、でもこっからゲートは分からん。結構端っこの方、うん、こっちからと下降りてもろて、これでしょ。あ、いいね、いい移動。多分死なないと思う、まだ。俺は移動、俺は移動。あ、危ねえ、危ねえ、危ねえ。走れ、どこだ。ハイライトされてます。はい、この間歩くんじゃねえ。いや、この行動のどっちかなんだよな、端っこ。あ、これだ、これだ、これだ。あー、ナイス。おお静かに出るねよくこんな近く出たな。すげえ。うん、よかった。